かい日差し、ふかふかの枕、柔らかい布団、そして先生。いいね。どうしてかな。説明できない感覚だけど、嫌いじゃない。何か新しい知識を得るたびにドキドキします。そして先生と一緒にいると新しい感情を見つけます。先生の言うことは理解しやすいから好き。